あた、まっすぐ飛べん。まだ引っ張りすぎですね。ぼちぼち終わりっすか。まあトムさんが喜ぶとこばっかりやね。まだ音もうドン引きなんですけど。ブーツ脆い人はこっち来た方がいい。ブーツまだ濡れい人はこっち。あ、両方いけるんです。両方いける。こっちはでも結構迂回線とか。あ、は。結構ガレとるよ。わあ、ほんまじゃ。でも滑る必要。ですね。深い。うん、まあこうこれ通ってきゃ、これ通ってきゃ楽かなと思うんだけど。あだ。ああ、こっから戻るのがね。そうね。あ、でもでも全然。道的にはね。道的にはこっちの方が楽。あっちは何の専用とか。ですね。これ登るんが、登りが大変ね、これ。帰りがしんどいね、これ。帰りがしんどい。まあ、帰りはまだこっち行った方が、そこを引っ張る、一箇所引っ張るだけで多分いけるだろうけど、こっちはまったらちょっと大変ですよね、帰り。帰るのしんどいね。ねえ。1、2、3箇所ははまるだろうけ。まだこっちそこだけだろうけ、あとはバタバタすれば多分なんとかなるじゃないです。ただそっち行ってからですよね。ここ来るまではいいけど、こうこっちでフロントがはまるか、こっち行ってまたはまるかって感じなんですよ。でも行くならこっちかな。怖いね。これもフロントはまるっすよね、多分。まあまあ、こっちかな。行くとき、こっち、帰りはこっちかな。うん、帰りはっていうのが楽そうですね。さあ、小鳥さんどうぞ。はい、こっちかな。おう、水分補給。いいな。そのちょっと待って、今出だし。OK。 さあ気合が入ります。選んだラインを意外とスムーズ。おーおー、すげーすげー。なるよ、絶対そうなるってね。ナイス。おお。
めっちゃ楽になった。ナイスです。ナイスです。ふぅ岩がゴロゴロ動きますね。だいぶ楽になったね。あ、お、ナイスです。あっちはあっちで怖いよな。こっちに行こうと思ったのに。いやナイスです。ちょっと待ってくださいよ。いい写真お願いします。こんな感じで。ね、まだ触んの。まだ触ったのね。もうでも今の見たらみんな慣れちゃったみたいですね。今日はタイヤ様々だな。じわっと半クラで回しながらね、滑らんようにうまいこと言ってきます。あ、いたったった。ふぅ、沢ばっかりですね。こんな感じですか。行こうとしてないっていう。落ちたんかな。まあ了解です。とりあえずじゃあこれを戻らねえけんわけですね。やれやれ。やれやれ。タクルさんがもうブーブー。結構渡る、5回ぐらい渡ったの。結構ありましたね。しか覚えてないけど。はあ、はあ、はあ。じゃあ。え？あそこでお弁当食べれるじゃないですか。まあね、要はな、なるなところが広いとこあるもんじゃね。ね。はあ、はあ、は。でもなんかそこで苦労するな。水もすごい。そうですね。あの木の根っこ絶対割れさせなかった。うん、これ上がってこもったらこれ絶対ずるですね。間違いないです。絶対こいつ悪さするもん。しか
かもあんなテッカテカなツルツルな、どう見ても滑るだろうって。いやいやいや、さあ余裕しゃくしゃくの武井くん、若いです。さあさあ、なんとかかんとか、沢が嫌ですねこれは。トムさんが何やら、トムさんがハッスルしてますね。ハッスルしてます。ハッスルタイム、ハッスルタイム突入です。ねえ、めっちゃウケた。ひどい。やばいやばい。ナイスです。ナイス。気づいてない。気づいてる、一生懸命です。そうね、ライン取り難しいね。ど真ん中にでかい岩。お、越えた。お、ナイス。さあ、緊張。あ、向こうもあるんすか。これぞ新たなこっそりラインの誕生。うん、おお、そこ行くか、やる、さすがです。よっしゃ、うまい、乗せた、きっちりきっちりラインに乗せてくる。あー、ナイスです。ほんまのタイヤで行くな、きっちり。まだまだ差はいっぱいあるんですよ。騙されたよ。これフラット詐欺だこれ。あと1個、あと1個、あと1個。あと1個言いながらなんか何個も。割りやすがおるね、ほんま。ね、ほんま。見ながら楽しいんですよ。これが噂のゲロハラスメントというやつで。ゲロは、何その新しいとこ。迷いは消えましたか。おお、ナイス。あぶれ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 。ナイスです。タップダンサーみたい。いや、乗ってケツに荷重をかけた方が、で足バタバタさせた方が楽です。えー
ナイスです。そっちかよ。こっち引いてるのにそっちかよ。あんまりだな、それ。フラットすぎる。何があれ。え、あ、水がかかったんだ。文字が彫ってあるの。ああ、水が映画にかかったんですね。お前ね、古代遺跡みたいな。あえてそっちなんじゃ。竹くんラインも過激だな。おお。ナイスです。置く？行く？置く？あ、待って、あんま映画にならなかった。まあでもチーター違うかな。ことごとく人の行為を無駄にして、ことごとく修羅の道を選ぶというからのいいねおもちゃ、もうちょいハンドル右切って。いや、もうちょっと、いける。ナイスでーす。はい、これだね。そんな沢だったっけ、これ。あ、ここは鹿ナイスはね。はい、そうっす。ナイス、クリア。おお、そっちか。あ、いけるね。あ、ナイスです。お、思ったよりカム、さすがツーリスト、ターン長い足。あー、惜しいねえ、すげえノリと勢い。あー、今のでも僕おやじさん右って言ってくれたけど、左行っちゃったね。そうなんです。いや、もう途中で左だーって。ああそのまま行くつもりが。あ、写真撮ってないじゃないですか。まだあったのね。あ、でもなんかそのまんま行ける。途中で止まったらでも大義そうですね。ちゃんとあのタイヤのスペックなりにあれですね、二輪二足で押して。クラッチが切れんかった。はあ。あ、こっち来ちゃったなんか。いやいや。よっしゃ。よっしゃ。みんな道を開ける。モーゼの10回のように。
ーナイスー。ねえ、これ止まったらハマるもんね絶対。これこれどうか、すごいね。タイヤが良きゃ勝手に乗るっすよ。 XR の赤が赤、あ、ほんまじゃまたタンク行った、タンクどこだろう。よいしょ、これで沢終わりですよね。そうでしたっけ、もう一つ、もう一個あるんですかね今日こうタイヤとトルクに任せてこうやってね、普通に足をトコ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 つきながらトーントーントーンっていけるっていうのは楽でいいっす。あーでもなー、あーでもなー、こうして楽をしていいもんかなって思っちゃうんだよね。ちゃんとトラクションを考えたりね、もっと滑るようなあれを考えたりしてバランス取ったりね、もっとこう前後の体重移動とかせんと曲がれんっていうのがさ、なんかあれなんですけど、今度このタイヤではそうなる状態でのレベルでいけって言われると、今度はねスピード領域とかね、ヒルクライムのデカさも全然変わってくるから、危険度も全然違うんですよね。あれですか、はいはいはい、ところステアですね。あえてあえてない方にピッピナイスうまい、うまい、全然当たなかったですね。すごいな。おお。左に怖いね。ね、左にこけたら怖いけ。落ちるですもんね。ど真ん中やね。できりゃ真ん中がいい。なんかすげえフラット、フラット？あれ？あれどうしたんですか？ね。おー、ナイス。じゃあこっそりさんの真似していかねえいけんじゃないですか。よっ、オッケー。はい、とりあえずもう難所という難所は最後にちょこっとだけど、まあここはまあ勢いでいくか。ごめんなさい。よいしょ。大丈夫だったらこうやってまたシーターを。あるでどうかな思って。ボロいやつって。まあボロいんだけど。よりボロいぞ。心ない言葉が首を絞める、何気ない仕草が怒りになる、ドラマみたいな恋なんていらない、ただあなた